こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。咀嚼の凄さはだいぶお分かりいただいたかなと思います。噛まないともったいないなというのは分かったけど、でもやっぱり噛むの難しいって、そんなお声よく聞くんですね。で、噛むためにはまず噛めるものを選ぶというのが第一歩になります。まあ、液体っぽいのとか柔らかいものばっかりではこれはもう噛むの無理なわけですね。ですのでまずは噛めるものを選ぶということですね。噛めるものというと、もう簡単なのはまずできるだけ固形物を選ぶということですね。まあ、全体の食生活の傾向として液体流動的なものが多くなってたり、柔らかいものが増えています。でお食事、例えば朝ごはんなんかも、野菜ジュースとかスムージーとかプロテインドリンクとか、そんな液体だけで済ませてる方結構いらっしゃいますけども、そういうものをちょっとお休みする。で、フルーツも柔らかいですね。ヨーグルトも柔らかいですね。まあ、こういう柔らかくて噛まないようなものが食生活に増えてるとしたら、かなり咀嚼が減っていますので、ちょっと咀嚼という観点から見たときに、そういうものを、食生活からできるだけ減らすというのを心がけてみていただきたいんです。で、固形物でも、例えばなので、そうですね、お野菜なんかもできるだけ液体にしないで、ゴロゴロっと大きめのもので、野菜は加熱しすぎるとふにゃふにゃになってしまいますので、まあ、ちょっと歯ごたえが残るぐらいのものを意識していただく。例えばお味噌汁に野菜たっぷり入れる時もちょっと大きめにザクザク切って、火を通しすぎない状態っていうので仕上げる。で、スープなんかも、野菜がゴロゴロしたミネストローネみたいなものの方を普段にして、ポタージュみたいにあのミキサーにかけて形がなくなってしまうものは、まあ、ちょっとこう選択肢としては優先順位を下げるというふうにしていただいたり、あとはお肉なんかも、ひき肉になるともうどんどん形が小さくなると柔らかくて噛まなくなるわけですね。ひき肉料理はかなり噛まない料理になります。ですので、ハンバーグ、ひき肉ですねを使ったハンバーグよりもステーキみたいなお肉、塊のあるお肉の方が咀嚼がやっぱり増えます。そんな、食材がいろいろ手が加わって形が小さくなったり、加熱いろいろ手間暇かけて長く加熱をするものっていうのは比較的柔らかくなるというそんな傾向がありますので、普段のお食事はザクザク切ってささっと火を通すという、まあ、どちらかというと手抜きな感じの方が良かったりするわけですね。はい、あとはいくつか噛めるポイントというのがありますので、それは次の動画でご紹介します。ありがとうございました。また見てくださいね。チャンネル登録はこちらです。